観音橋は、かつて、広島市中心部を流れる天馬川に架かっていた橋で、ある。広島市中区船入地区と、西区観音地区を結ぶ。橋のすぐ近くには、1962年に架けられた、国道2号線新観音橋がある。新観音橋は、本来、観音橋の代替として架けられたのだが、完成後も40年以上併用された。また新広島バイパスと、 西広島バイパスの接続地点にも近い。観音橋の延長線上には船入り本町商店街があり、周辺には広島市内の救急病院にも指定されている広島市立船入り市民病院がある。1928年に最初の橋が竣工した。できた当初は広島県立広島第二中学校の通学路としても使われた。 1944年の台風で橋脚が曲がり、1945年8月の原爆投下には大被爆者の避難路となり、9月の枕崎台風にも耐えたが、10月の洪水で落橋した。写真の橋へは1951年に復旧された。その後、橋脚部が沈むなど老朽化に伴い、1960年代に車の通行は禁止されたが、 近くの住民の生活道として、歩行者及び自転車専用橋として使われ続けた。新観音橋は、勾配があり、また、船入り病院に行くには、回り道になるためである。また橋の前には、大雨や洪水、強風、地震の時には、新観音橋を渡るように呼びかける看板も建てられた。2000年に入り、橋の得意性が、ズームイン。朝、 党でも取り上げられた。しかし、さらなる老朽化により、落橋の危険があるとして、2002年6月17日をもって、教養は中止された。これまで、観音教を使っていた人は、上流側にある新観音教を通行することになった。教養が中止される際に、市民の間より、掛け替えの声も上がったが、現時点では実現していない。 2002年6月17日の供用中止後は、1年以上、仮設のフェンス、その後高級的なフェンスで通行を止めしていたが、橋自体は当面の間は残っていた。しかし、2005年末に橋本体が解体され、2006年中に橋脚も撤去された。2008年7月現在、橋本体に関しては現地に残っておらず、 橋のあった名残は、橋へのアクセス道が残っていることと、護岸の石積みが橋のあった部分のみ、低くなっていることが、当時の面影を残している。その護岸の石積みも、護岸工事の進捗より、他のところに合わせ傘を上げる工事が進んでいる。ありがとうございます。